リーザ、ごめんな。俺はお前にふさわしくないんだ。心配させちまう。これでいいんだ。ダメだ、もう立ち上がれない。目も見えなくなってきた。アリーザ、幸せに。ただいま。おかえりなさい。スタン君は見つかった？どうでもいい。あいつのことなんか、もう知らない。アリーザ。何かあったの？もしかして喧嘩？それも、今までで一番大きな？そっか。ねえ、アリーザ。お母さん、あなたたちの交際には反対したわ。でも、スタン君のこと、どうでもいいだなんて言っちゃダメよ。一度思いを寄せた人なら、どんな結末になっても憎んだりしてはダメ。一瞬でも幸せな時間を与えてくれたなら、それは大事に思わなきゃ。大事に思う。これでいいんだよ。お前のためなんだ。私のためって私のことを思ってくれてたのかな。よく考えればいつものスタンじゃなかった。うん、でもママ。なーに？愛って何？何？愛ね。難しい質問ね。そうだね。相手のことを本当に理解してあげられて、思いやれることなんじゃないかな。相手のことを理解か。あたし、スタンのこと、もう何もわからなくなっちゃった。だから、もう一度、あいつのこと、ちゃんとわかってくる。ありがとう、ママ。おい、小僧、お前か。タルウィーの荒くれ者、カトブレパスと戦った男は。たく、それだけならまだしも、タルウィーの動物どもまで食い荒らしやがって。だんまりか。いや、喋れんのか。まあいい。
なら心で答えろ。気になることがあるんだ。なんだこの声。ああ、幻聴と幻覚の症状もあったっけな。ついに死ぬ一歩手前まで来たか。やけだ。付き合ってやるよ。小僧、お前はなぜそこまで必要に一人で死のうとする。お前はあんなに心配してくれてる奴がいるじゃねえか。アリーザを幸せにするためだ。俺が今一緒に帰ってもすぐに俺は死んじまうだろう。死んだ姿なんてあいつには見せられない。きっとあいつはずっと引きずってしまう。そんなの嫌だ。あいつを悲しませたくないんだ。だから俺は一人で死ぬんだ。なるほどな。よくわかったよ。一つ昔話をしてやろう。死にゆく苦しみを和らげてやる。ははは、随分と親切な幻聴だが、それは知ってる。バルツのおとぎ話だろう。俺はその話を信じて黄金の花を探し、このざまだ。はあ、じゃあ聞くがよ。男は竜のことで、竜にかかっていた呪いは実は病だったってことは知ってるが。病？知らないな。呪い、つまり不治の病だ。そいつに苦しめられた竜を救おうと水凶な女が自らの命を捧げた。不思議なことに病は治り、それ以降再発することもなく竜は生き続けた。だが竜はずっと後悔し続けた。あの時死んでいれば恋人が犠牲にならずに済んだのではってな。なんだか似てるかもな、その竜と俺は。ああ似てるさ、俺たちはな。俺たち。鉄の味、舌もイカれてきたか。見届けさせてくれよ、かつての俺が生き得た先を。待ってくれ。黄金の花、竜。
スタン、どこ行っちまったんだろうな。あの時、立ち止まらないで、すぐに追っていれば。スタン、あんなこと言って、あんなに泣いて。一体、どうしちまったんだ？スタン！って、なんだ、団長たちか。ハリーサさんも、スタンさんのことを探されてたんですね。スタン、すごい辛そうだった。必死そうだった。何かあったんだと思う。でも、私はスタンのこと、全くわからなくなっちゃって。だから、もう一度見つけ出して、絶対に分かり合ってやるって思ったんだ。なるほどな、アリーザらしいぜ。よし、そんじゃ気合い入れて探すとするか。心配無用だ。
に来た。そこだ。よく見ておけよ。こいつはどうや。さあ先を急ごう。やっぱりさっきのは幻聴に幻覚だよな。楽になったけど治ってないし。変な幻聴と幻覚だ。どこへ向かってるんだろう。ダメだ。考えないようにしてるのに寂しい。アリーザ、もう一度お前の声が聞きたい。顔が見たいよ。スター。分かり合いに来たよ。もう一度。アリーザ。Thanks for watching. Like, subscribe, and comment for more Granblue Fantasy.